皆さんお疲れ様でしたそれでは令和2年第2回担当式試験企業法の回答速報を始めます。まずは回答ですね。 もうすでにアップされているとは思うんですけれども、えー、確認していきましょうよろしいでしょうか5つずつ読んでいきますね4642146421、えー、次問題6から問題10までが3232532325 で問題11から問題15までが3425634256で問題16から問題20までが4351643516ですよろしいでしょうかもう一度46421323253425643516ですね で正当可能性ですけれどもここに書いてあるように正当可能性が高いっていうのが、まあ、優しいというふうに難易度が低いというふうに考えられるものですねで正当可能性が低いものが難易度が、えー、高いということですでそういう正当可能性の観点からしますと、えー、正当可能性の高いものが、まあ、10問半分はあったと。 で正当可能性が中くらいのものが7問ありましたとで正当可能性の低いと考えられる問題が3問ありましたでこれをまあ何点取りたいかというと正当可能性高いものは、まあえー、全部正解したいなと難しいことですけどねで正当可能性中くらいのものについてはまあ4問、まあ、できれば5問というのが、えー その取りたい点数ですで正当可能性低いものについては、まあ、これは取れなくてしょうがないから一問合えばじ、えー、かなっていう感じがしますそれでまあこれを総合しますとだいたい70点からまあもちろんあの総合点で合否は決まりますから、えー、企業法だけ点数良かった悪かったって言ってそれで合否決まるわけじゃないですけれども、まあ、企業法とすれば70点から75点は えー、取ってておいていいほしかなううふうに思いましたでまあ今回は、えー、その難しかったですねでまあ簡単な分析をしておきますとまあこの辺のところはもう毎度同じなんですけどね取材形式は取材数が20問で配点が 1> 1問5点満点が100点満がですねで問題詞が4詞選択肢が6詞これもずっと同じですで分野別の出題数も大まかに見ると商法2問で金商法2問で会社法が16問これも同じですでここ会社法の内訳について、まあ、これは若干あの異なったりもするんですけどまあまあ変わんないですよね今年は設立が2問取材されましてその分期間が1問減って5問になりましたというだけであとは同じですね あと、判例が今回たくさん出てました、前回は3詞しか出てなかったんですけど、今回はですね、丸々1問、4詞判例が出てまして、それ以外にも2詞出てます、さあ、問題なのは難易度ですよね、で難易度というのは、えーまあ、この有名な平成28年の12月担当、この一番上に書いてますのが、これがあの60点、こちら企業法の平均点ですね、企業法の平均点が60点超えてしまいまして、 でそのせいで,です、ね、その全体の合格点いわゆるボーダーラインというのが70%を基準とするというふうに書いてあるのに71%になっちゃったというとんでもなく優しかった年なんですよね。でそこからずっと企業法をこのまま見ていきますとです、ね、こうずっと難しくなる一方なんですよ。52.4から50.6、まあ、大体その50点いくつというのが平均的な難易度の問題というふうに思えると思うんですね。大体その50を切りますと 受験生の方で今年は難しかったというそういうい意見が多くなってきますそして48.9、46.9、46.4、44.2、これがまあ去年というか前回ですけれども、史上最高に難しかったと言われてたんですけども、それよりも今回、難しいですね、43とか42とか、うん、下手すら41%ぐらいまでいっちゃうのかもしれませんね、それぐらい難しい問題だったと思います。 それでは、えー、とその先ほど見ていただいた正党可,、ねえー、可能性が中くらいと低いものの解説を簡単にしていきますちょっと申し訳ないですね、ちょっとこれ原本こっちに回ってきた原本の子が薄くてです、ね、で問題文が非常に読みにくくなってますけども、えー、足は比較的まだ読みやすいと思いますのでなんとか見ていただけるかと思います。で皆さんこれお持ちですよね 本試,験本試験のお持ちだと思いますので,で簡単に見ていきましょう問題2ですね問題2というのは、えー、正当可能性中くらいというふうに判断しました証拠隠に関する問題ですねでもあの時間節約のためにこう,う書いちゃってますので、えー、何でしたら写していただければと思います、えーまあ、しばらくすればあのレックの方にもその解説というのがアップされると思いますけども えーまあ、もうちょっと時間かかるかと思いますので、えーまあ、写す方は写しちゃってくださいで、まあ、見ていきましょうか、商 <laughs> 行為に関する問題で、あの足、他人から取得する不動産の供給契約及びその履行のためにする優勝取得を目的とする行為、これ何かというと、投機売却、そしてその実行行為ですよね、これは絶対的商行為であるという,ふうに書いています、確かに投機売却は実行その絶対的商行為なんですけども、その対象に不動産入ってないんですよね。 同、えー、産と有価証券ですのでこれは不動産入ってないってとこバ罰です猪苗商人がその営業の部類に属する契約の申し込みを受けた場合においてその申し込みとともに受け取った物品があるときはいわゆるまあ見本のようなものを考えてもらえばいいですねその申し込みを拒絶した時であってもその商人の費用をもって物品を保管しなければならないこれは物品確かに見本品も原則を保管しなければならないんですけどもその商人の費用ではなくてこれは申し込み者の申し込み者の費用で えー、保管しななななければならない,っていうことこになってます細かいですねこういうところもね「あの足」も「いの足」もかなり嫌な聞かれ方してますね。で「うの足」えー「故障人間において金銭の消費対策をした時は貸主は法定利息の請求をすることができると」と法定利息を請求することができるこれは直接的には商法7条という条文が故障人故障人っていうのはその営業財産の総額が50万円を超えないというような駄菓子屋さんのようなそういう小さな規模の えー、その個人証人ですので、えーまあんまりその厳しい規制を帳簿つけろとか支配人を選ぶことはないでしょうけども登記制度の,、えー、その規制とかをかぶせるのはかわいそうだというので、まあ、商法7条でさまざまな規定について、えー、適用除外されてるんですけどもその適用除外の中にこの513条1項が入ってないってことですよねバツつけときましょうかねこれは入ってないよと。 適用除外に入ってないからだから、小承認においてもこの金銭消費対策をした場合には法定利息を請求することができるという規定は適用されますということですよね。えのはし、証拠医によって生じた債権を担保するために試験を設定するに際して試験設定者は試験者に弁債として私物の所有権を取得させることを契約することができるいわゆる流出の特約流出契約といわれているものですね。 でこれは515条で流出契約を締結することはできると民法では禁止されてるんですけども、えー、商法のこの515条の要件を満たせば OK ってことですよねはいでは次、えー、問題5え問題5問題5あそうですね問題5ですねこれも中程度の難易度の問題ですねえー、と 譲渡制限株式に関すする問題ですあの足株式会社は一定の場合においては当該株式会社が譲渡制限株式の譲渡による取得を承認したものとみなす旨を定款で定めることができるこれはもう明文の規定で、えー、そ,のその会社の発行する株式の全部について譲渡制限がついている場合の107条の規定と種類株式の場合の108条の規定いずれにもこういうようなそのより制限的でない譲渡制限 ですからこれは許容されるということが、まあ面文の規定でありますからね猪苗氏最高裁判所の判例の趣旨によれば公開会社でない株式会社において当該株式会社の承認を得ずになされた株式の譲渡は当該譲渡の当社間においては有効であるが当該株式会社に対する関係では効力を生じないから当該株式会社は当該株式の譲渡人を株主として扱う義務がある。 これはまあ古い判例でして会社法の制定前の判例なんですけどまだ判例これ残ってるからまあ判例の趣旨によればってことはまあ丸ってことになるんでしょうねただまあ論文式試験ではもうこの判例は死んじゃったよっていうことを前提にした問題が平成25年に出てたりしますけどもまあ担当式用にはこの結論出る可能性があるから覚えておいてねって言っておいたこの判例ですよね。相続ににより譲渡制限株株株式式式ををを取取得得得ししたたは当該株式を取得したことについて株式会社の承認を得なければ 当該株式会社に対して株の指名簿の明確会を請求することができない、譲、え、渡、ー、制限株式の譲り受け人,譲り受け人は、えー、原則として明確会請求権がないというのが134条に書いてあるんですけれどもただ、その正し書きでたし書きの4号で,です、ね、相続によって取得したものっていうのはこれはあの譲り受けたわけじゃないんですよね包括承継ですからこの場合には明確会請求権があるよというふうに書いてますので、えー、宇野淡はあそこで間違っているということになりますよね。 でえの足、えー、譲渡と承認請求をした者が当該請求にかかる譲渡制限株式を指定買い取り人が買い取る旨の通知を受けた後は当該株式の売買価格が決定されていない場合に限り当該請求を撤回することができるこれはそうじゃなくて指定買い取り人の承諾を得た場合に限りっていうふうに条文がなってますのでそこが間違ってるっていうことですね。まあ、こういういななんとなく ありそうな条文というのは嫌な感じですけどね、ちょっと難しいとこですね、ここは。はい、それでは次が、えー、問題6。問題6は、これは難しかったですね、難しい問題ですよね。振り替え株式が出ちゃって、しかもめちゃくちゃ細かいっていう嫌な問題ですね。振振替株式のの譲渡はえの申請により 譲り受け人がその口座における保有欄に当該譲渡に係る数の増加の記載または記録を受けなければその効力を生じないこれはその振り替法の140条にそう書いてありますけどこれは多分丸はつけられると思うんですよ。で次井ののの振株株株式主主はは名名名簿に自己の氏名または名称 及び住所が記載されまたは記録されていなければ当該振り替え株式について少数株主権と行使することができないこれですよね、これがなかなか難しいところなんですけれどもこれはあのその振り替え法の154条1項で個別株主通知があればなされれば権利行使ができるということになるんですけどね少数株主権行使できるって言うんですけどもこれはまあ似たような足が 過去問でででで出てたこことととももあるんすすすけどねそれでもまあ細かいとこだと思いだ思ますでさらに右の足,です右の足最高裁判所の判例の趣旨によれば振り替え株式の株主が裁判所に対し全部取得条項付け種類株式の取得価格決定の申し立てをする場合にはその審理が開始されるまでに個別株の出知がな,なされていることを要するかっていうとこれは平成22年に判例が出てましてその審理の開始されるまでではなくてその審理が終結するまでに。 えー、そのあれですね、えー、個別株の出値がなされていればいいという判例が出てますこんなのは分かんないですよね。の足振替株式を発行している会社は当該株式について株式の併合をしようとするときは当該株式の併合に関する規定の事項について当該株式の株主及びその登録 株式試験者に対する会社法上の通知に変えて広告をしなければならないこれもですね条文にこの場合には広告しなきゃいけませんよっていうふうに書いてあるんですよね、まあ、だから通知しようと思っても、えー、そ,のその時には誰に通知すればいいかっていうのがこれ時期の問題で分かんないことになりますのでこれはまあ広告ってことになってますけどこれも細かいっていうかこれ条文これを知ってた 知ってて自信持って丸つけた人ってそんなにいないんじゃないかと思うんですね。これはまあ相当難しいというか、まあ、むちゃくちゃ難しいですよね。これは間違ってもしょうがないというふうに思います。では次、えー、問題7。これも、えー、っと正当可能性低いというふうにしました。ちょっとまあ消えちゃってますけども、新株予約権に関する問題です。新新株株株予予約約権権ですねあのの足株式会社は新株予約権の内容として 新株予約権を行使した新株予約権者に交付する株式の数に1株に満たない多数が生ずる場合これを切り捨てるものとする旨を定めることができるなんとなくこういうことをしちゃいけないような感じするじゃないですかところが236条1項9号にこういうことを定めることができますよって明文の規定で置かれてるんですね。 井株式会社が募集新株予約権を株主以外のものに無償で発行するにはその旨の定価の定めがなければならないこれはそのような規定がないんですいわゆるねつ造,造条文ですよね、えー、別に新株予約権について、えーそ,のまあえー、それがまあ特に有利な価格である場合にはです、ね、発行価格に当たる場合には、えー、その特別決議が必要だったりはするわけですけれどもうん。 定款の定めまでは必要ないっていうことですよね。鵜の足新株予約権者は株式会社の承諾を得なければ、募集新株予約権の払い込み金額の全額の払い込みに変えて、払い込み金額に相当する当該株式会社に対する債権を持って相殺することができない。まあ、これはその通りです。まあ、逆に言えば、株式会社の承諾を得れば、えー、こういうまあ、大仏弁済のような形で相殺することもできちゃうってことになるんですよね。 江橋公開会社が自己新株予約権を処分する場合に払い込み金額が当該自己新株予約権を取得するものに特に有利な金額であるときは株主総会の特別決議を要する、これ自己新株予約権というのはの処分というのはですね自己株式の処分と違って、えー、特別の規定がないんですよね、ですから株主総会の特別決議を要するというそういう規定もありませんということなんです。こ、ま、こ、あ、これれれははの中でで散々お話をしているところですけれどもこれも そういう知識がないとえって思っちゃうとこですね。まあこれは相当難しい問題です。次問題九これはまあ中程度の難易度の問題ですね。株主総会株主総会の決議に関する問題です。あの氏株主総会に出席しない株主が書面によって議決権を行使することができることとする旨を 定めた場合にはこの場合にはあの株主総会の参考書類というのを送らなきゃいけないですよね。で株主の全員の同意がある時であっても招集手続きを省略して株主総会を開催することはできないこれはそうですよね300条にこの旨この場合はその省略できないというふうに除外されてますよね、まあ、さっき言いましたようにこれあの株主総会参考書類を送らなきゃいけないのでその手続きがどうしても必要なのでそこでこういうことになってます。 井の足株主が株主総会において株主総会の目的である事項につき議案を提出するには当該株主は1株以上の株式を持ってなきゃいけないというか、まあ、単独株主権なんですけどもただ、それが6ヶ月前から引き続き保有してなきゃいけないかというと340本分でそんな制限はありませんよということですねだってこれはまあその場で株主総会のその場でだってこれをを議案を提出する追加議案を提出するわけですからね。 でその場に議決権を持って、えー、出席できてるってことはそれは追加の議案を提出する権利を認めなきゃおかしいですよね、それはね、えー、そこにいる株主が6ヶ月前から持っていようがですね、えー、そうでなかろうがこの権利は同じように認めなきゃいけないですよね。 宇野橋株主が招集した株主総会においてはその決議によって株式会社の業務及び財産の状況を調査するものを選任することができる、まあ、これが抗議でもこんな条文よく聞かれるんですよって言ってた316条2項の条文ですよねでこれは株主が招集した株主総会に限られるというところですけども、別にそこを引,引っ掛けてもなんでもないのでこれはまあ丸つけられたんじゃないかと思います。 での足会計3要を解任する株主総会の決議における定足数の要件は定価の定めによって排除することができるこれは完全に排除できなくて排除してあったとしても3分の1未満に下ろすことはできない3分の1以上でなければならないという、まあ、有名な341条という条文がありますよね。そうですねウウの足と絵の足は丸×はつきますかねイの足がちょっとこれやなとここれなですよね。 えー、6ヶ月前から引き続き保有していかなきゃいけなかったかなとか思っちゃいますよね。あの足もちょっとなかなかこれは切り切らないとこなので、えー、ちょっと難しい問題ですね。では次問題12、はいえー、中程度の難易度の問題ですね正当可能性中程度。指名委員会等設置会社に関する問題ですね。であの足 取締役を兼ねていない執行役と指名委員会等設置会社との間の取引ですから利益相反取引の直接取引ですねその取引によって当該指名委員会等設置会社に損害が生じたときは当該取引を承認する取締役会の決議に賛成した取締役は任務を受けしたものと推定されるかっていうとこの場合はあの。 純粋な執行役ですからねから取締役のメンバーじゃないのでだからこの場合には慣れ合いは生じないだろうというので423条3項3項括弧書きでですね、えー、任務受けへの推定規定は及ばないっていうことになってますね、はい、次井の足定案で定めたし、えー、執行役の人数が欠けた場合裁判所は必要があると認めるときは利害関係人の申し立てにより、えー、一時執行役の職務を行うべきものを選任することができるこれはまあ条文で、えー、この場合も一時役員 その中に執行役が入っているということですね。一時なんとか一時なんとかっていっぱいありますもんね。だって、一時代表執行役があるぐらいですもんね。はい、では、右の足取締役会は、社債を引き受けるものの、募集に関する重要な事項の決定を執行役に委任することができる。これは有名な条文ですよね、えー、執行役に委任できない重要なものが列挙されている。416条4項正し書きの中にこの676条の社債の発行がこれ入ってないんですよね？ 発行事項のの決定というのがですねは江ノ氏、監査委員は取締役が株主総会に提出しようとする議案が法令または定款に違反すると認めるときはその旨を株主総会に報告しなければならないこれはあのレックのテキストでも一覧表に入っててその監査等委員にはこういう報告義務があるんだけど監査委員にはありませんよねっていう話をしましたよね。 えまあそれでも細かいところでどっちだったかなと思っちゃうようなとこですのでこの問題も相当難しいとは思いますでは次問題13これが判例なんですけどねこんな細かいところを聞くかというようなそういう問題でしたね株式会社の会計帳簿に関する問題です会計帳簿っていうのは去年論文でも出ましたよね去年でしたっけあれ 去年でしたよねはいではあの足、えー、会計帳簿等の閲覧当社請求の理由は、えー、具体的に記載されなければならないがそうですよねその記載された請求の理由を基礎付ける事実が客観的に存在することについての立証は要しないそうなんですよねこれ何でもいいんですもんね嘘でもいいんですもんねこれはね、えー、これもまあ講義でお話ししているところですね 井上氏株式の譲渡につき定款で制限を設けている株式会社においてその有する株式を他に譲渡しようとする株主が当該株式の適正な価格を算定する目的でした会計帳簿等の閲覧当社請求は特段の事情が損しない限り株主等の権限の確保または行使に関して調査をするために行われたものとは認められない。これは、 認められるんですよねでこれがそういうものと認められないっていうのが拒否自由拒絶自由なんですけどもその拒絶自由に当たらないっていう判例が出てますのでまあでもこれは細かいですよね。これどうでしょうね判例の知識が、まあ、ない人がほとんどだと思うんですけども判例知識がないままこの足を読んでこれを「罰」ってつけられますかね。 うんなかなか微妙なとこだと思いますね。宇野うの株主が会計帳簿等の閲覧を請求するため株式会社に提出した書面に会社財産が適正妥当に運用されているかどうかにつき会計帳簿を閲覧したいという、まあ、非常にふんわりしたことが記載されている場合ですね当該請求は理由を具体的に記載されたものとは言えない。 これ,はこれじゃこのような程度じゃダメですよっていう判例があるんですけどこれはどうですかねこれはなんとなく丸はつきそうですよね。そうですよね。でもこれ「あの足が丸っていうのもつけにくいですよねこれはね難しいですよねこれね。 で江の橋株式会社の会計帳簿等の閲覧当社請求をした株主が当該株式会社の業務と実質的に競争関係にある事業を営むものであることを理由として当該請求につき拒絶自由があるというためには当該株主が当該株式会社と協業をなすものであるなどの客観的事実が認められるのみでは足りず当該株主が会計帳簿等の閲覧当社によって知り得る情報を事故の競合に利用するなどの主観的意図があることまで いるのかいりませんっていうのがこれがだから去年の論文式試験でこれが出たんですよねでここが論点なんですよっていうことをそのレックではですねあのちゃんとその年の「当連」でここちゃんと書いてねっていうのをお話ししてたところなんですけどそれがまた翌年担当で出ちゃうんですよね。ただまあそれって論文の論点で担当式の論点としてここまでやってるっていうのはなかなかいらっしゃらなかったんじゃないですかね。 はい、えー、ということで、まあ、かなり難しい問題です。あ、もう時間ずいもん、懲しちゃいましたね、まあ。やっちゃいましょう、えー。ちょっと超過してもいいでしょう。まあ、で、問題17、えー、組織再編に関する問題ですね。えー、で、いきましょう。あの足。 株式会社が九州分割をする場合九州分,分割後に九州分割株式会社に対して債務の履行を請求することができない九州分割株式会社のすべての債権者は当該九州分割株式会社に対して所定の期間内に当該九州分割について異議を述べることができる、まあ、ややこしいこと書いてますけども要するに えこれは請求することができなくなったということは債務者の変更を伴うわけですから要するに債権者の保護を図らなきゃいけない場合というのは2つですよね債務者の変更を伴うか債務者の変更を伴わなくてもえ債務者の,その資力財産がですね悪化するそういう場合ということになりますよね。あはまあ債務者の変更をを伴う場場合合ですすからね井の足株株式式会社が株式を株式交換をする場合 株式交換完全親株式会社のすべての債権者は当該株式交換完全親株式会社に対し当該株式交換について異議を述べることができるこれはあれですよね対価の柔軟化を図った場合だけですよね対価の柔軟化が図られる場合には会社財産がその親会社の方から流出しますので視力の悪化を伴うのでその場合には債権者は 再建者をご手続きを踏んでもらうその必要性があるわけですけどもそうでない場合つまりその交付されるものがですね全部株式とかねそういったものであれば特に問題ないですもんね。というの株式会社が新設分割をする場合に新,活新設分割後に新設分割株式会社に対して債務の履行を請求することができる,できる新設分割株式会社のすべての債権者は えー、当該新設分割株式会社に対し新設当該新設分割について異議を述べることができないもう読むのも面倒くさいですけどもこれはですね要するに人的分割の場合人的分割にいわゆる人的分割に当たる場合にはこの括弧書きで除外されてましてその場合には異議を述べることができるってことになってますのでね、えー、そこのとこですよね。 これもレックではかなりこれ、くどくここやってるところなので、えー、レックの受講生の方は取れたんじゃないかと思います。えの足株式会社が株式交換をする場合株式移転計画新株予約権が新株予約権付き社債に付された新株予約権であるときは当該新株予約権付き社債についてのすべての社債権者は当該株式移転完全子会社に対し所定の期間内に 当該株式移転について異議を述べることができるこれなんちゃらかんちゃら新株予約権ですからあの消えてしまう方の新株予約権ですよねでその消えてしまう代わりに今度その完全、完全親会社の,その新株予約権が交付されるということになるわけですからそうするとその今まで子会社に対して新株予約権付き社債というその債権を持っていたその債務者というのがまあいわば子会社から親会社に変わるわけですからね。 まあ正確に言うと変わるんじゃなくてその子会社に対する債権が消えて親会社に対する債権が交付されるということなんですけどまあまあ債務者の変更というふうに考えてもいいですよねえなのでこの場合にはえそのあれですね債権者保護手続きが踏まれることになるということですね。もう一度あと2問問きますかでは第18問組織再編のお 問題ですであの足九州合併の無効は九州合併消滅株式会社または九州合併存続株式会社が公開会社でない場合は当該九州合併の効力が生じた日から1年以内に訴えを持ってのみ主張することができるこれはまあなんとか罰つくんじゃないかと思うんですよねこれ6ヶ月ですもんね、まあ、大体6ヶ月ですからねだからその6ヶ月じゃないものだけ覚えときゃいいわけですよね。 で井の足株式等売り渡し請求にかかる売り渡し株主等の全部の売り渡し株式等のだ、の全部の取得の無効は対象会社が公開会社でない場合は取得日から1年以内に訴えをもとに主張することができる、えー、これは846条の2第1項というところでこういうふうに書いてあるわけですよねだから828条じゃないのでちょっとここまで条文その。うん 読んでない方にとってはこれどうだったかなやっぱり6か月じゃないのかなとかっていうふうに思っちゃうとなかなか難しいところ思っちゃうとなかなか難しいとこですね。うふう宇野株式会社間で事業の全部の譲渡がされた場合当該事業,事業の全部の譲渡の向こうは当該事業の全部の譲渡の効力が生じた日から6か月以内に訴えを持ってのみ主張することができるとこんな来てなていですよねそもそもその事業譲渡についてはその向こうの訴えの制度がありませんのでね。 別にいつまででも無効主張できるってことですよね。絵の足、九州分割の無効は当該九州分割の効力が生じた日から6ヶ月以内に訴えを持ってのみ主張することができるが、まあそれはそうですよね。これはいいですよね。はい、では最後です。えっ、ー、と、第問題19。禁止法の問題です。え目論見書ですね。絵の足、発行者または有価証券の売り出しをするものは えー、その募集または売り出しについて、内閣総理大臣に募集または売り出しの届け出をしなければならない有価証券について、当該届け出がその効力を生じているのでなければ、目論書の交付の有無にかかわらず、これを募集または売り出しにより取得させ、または売りつけることができない、それはそうですよね、これは両方必要ですもんね、直接開示と間接開示、どっちも必要ですので、それは、えー、取得させ、売りつけることはできない、丸とってことになります。井の有価証券のの売り出しをするものは すで、えー、に開示された有価証券売り出しにより鉄格機関投資家に取得させる場合には当該鉄格機関投資から交付の請求交付の請求があった場合を除き目論見書を交付することを要しないこれはまあプロ中のプロですからね鉄格機関投資家は、えー、目論見書を請求されるまでは交付しなくていいということですねこれは何とかなるかなアノアシイノアシ何とかなる気もしますねでウノアシ内閣総理大臣は内閣府令で定めるところにより 目論見書を公衆の充覧に供しなければならないあこれはまあ目論習書っていうのはそもそも公衆の充覧に供するものじゃないですよね要するにその発行する有価証券のカタログ会社の内容のカタログみたいなもので直接うんその投資者に交付されるものですからねこれも罰はつくかな<え>絵の足目論見書の交付義務に違反して有価証券を取得させた者が当該有価証券の取得者に対して損害賠償の額は 当該取得者が当該有価証券の取得について支払った額から損害賠償を請求するときにおける市場価格を控除した額と推定されるこれはですねこれはちょっと分かんなかったですよねえこれこういう推定規定があるのはですね不実記載の場合なんですよ不実記載の場合であって不交付の場合にはこういう推定規定はないっていうことなんですけどねちょっとこれは細かいですかねえはい、いととうことで、 ちょっと時間超過してしまいましたけれどもこんなところでいかがでしょうかもう一度回答を移しておきましょうはいそれでは今日はこれで終わりますどうもお疲れ様でした